アニメ三重視は小説ダルタニアン物語の三重視を原作にした日韓合作のテレビアニメ。アレクサンドル・デュマペール原作 NHKNHK エンタープライズ制作。アニメーション制作は日本の学研と韓国のコラット。アニメーションの実制作はスタジオ・ギャロップが受け負った。 1987年10月9日から1989年2月17日まで NHK 総合衛星第2で全52話が放送されたが放送中にソウルオリンピックなどの中継などと重なるなどで放送間隔が空き終了するまでに1年半の月日がかかった。1988年度第13回文化庁 子供向けテレビ用を優秀映画受賞作品に選ばれた。定年齢層を対象とした作品であるため、アニメ版オリジナルの設定も多い。最も大きな違いは三十史の一人アラミスが、恋人の多殺死をきっかけに断層した女性であり、かつ悪役には転じない点である。それ以外にも、原作では、宿屋の奥さんでダルタニャンとは不倫関係だった、コンスタンスが、 下手屋の娘に変えられている、ポルトスに金に困った時に泣きつくマダムの愛人が、いない、モデルは実在するが原作には出てこない、裸足のジャンが登場する、馬のロシなんてが売り飛ばされない、ミレディやコンスタンスの生死、ボナ州の人物描写、ラロシェル包囲戦の件が省略されるなど、原作と異なる点が数多く挙げられる。物語後半は、 ダルタニアン物語の終盤から持ち込まれたストーリーとなり、悪役は鉄仮面でアラミスによる仇ダちも絡めた展開となった。また、最終決戦の舞台は原作でポルトスの死地となったベルイール要塞だが、結局主役人は誰一人死ぬことなく、完全なハッピーエンドで閉幕する。制作元の学研が発行するアニメ雑誌、アニメディアの1988年3月号、 5月号、表紙、関東特集を飾り、1988年夏には、別冊アニメディアアニメ34パート1も刊行された。学研以外のアニメ誌では、特馬書店、アニメージュで1988年3月号の、表紙、メイン特集を飾り、アニメディア同様、付録、ポスターが掲載される号も複数あった。学研の年の学習では、漫画が連載されていた。 なお、学研と共にアニメ制作をしたコラットは韓国の制作会社であり、本作の動画以降は韓国との共同制作である。放映前の1987年3月24日に第108回通常国会衆議院、定審委員会の NHK の運営に関する審議で佐藤助弘議員は三重氏との仮タイトルを挙げ、 本作を韓国と共同制作する理由を正した。さらに、一般週刊誌の週刊新潮の1987年8月13日20日合併号でも取り上げられるなど、本作の韓国との共同制作は話題になった。本作の成功により、小鹿物語以来の毎週火曜日からスライドした形でアニメ放映復活となった。 NHK 総合の毎週金曜日の19時30分から20時の時間帯は、この後、青いブリンク、不思議の海のナディア,アニメ秘密の花園とアニメの放映が続くことになった。1987年5月5日に総合テレビで放送された25部のパイロット版、ダルタニアンの声を古川敏夫が演じているが、作中で、 平野文が演じるミレリーと直接対峙する場面はなかった。連続放送版とは以下のような設定上の違いがある。1989年3月11日に小畜系で公開された。同時上映は安彦義和原作、監督、V ィーナス戦記。テレビ版放送時からの人気ナンバーワンキャラクターであるアラミスを主役に、 テレビ版では深く語られなかった彼女の過去や新たなる陰謀との戦いを描く。テレビ版では描ききれなかったエピソードも含め、シリーズ完結版の意味合いもあるが、制作期間などの関係で上映時間が短めの46分である。2003年8月28日に DVD ボックス1が発売され、DVD ボックス2は2003年10月23日に発売された。 内容はテレビで放送されたすべての話やオープニングエンディングはもちろんのことパイロット版や劇場版さらに次回予告とイラスト紹介のみならず三重史機構とイメージソングまで収録されているアニメ三重史アラミスの冒険に関するカテゴリー日本のテレビアニメの劇場版1989年のア,のアニメ映画小畜のアニメ映画ありがとうございます